大塚桃子です。19歳で学生をしながら今はずっとモデルの活動をしています。稲村かなです。22歳です。バイスで編集をしています。いろんな格闘技をミックスした集合体が総合格闘技。はい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 、そう、はいはい、見ろ見ろ見ろ、はい、足上げる足上げる、自分しかできないことにチャレンジする。顎引いて顎引いて、そう、ハイダッシュ。3ヶ月ぐらい前、もっと前かな、あの体重1回測ったんですけど、はい、ちょっともう1回測って体重、体がどれぐらい変わったか、はい、見てみましょう。はい、モモからですか。どうぞ超綺麗な数字あ、体脂肪率上がってる。うん、お寿司10貫食べたから、まあ、しょうがないね。しょうがないっていうか、でも48から2キロ減っちゃった。同じだ、46.5 一緒でした全く一緒。え、これそういう設定にされてないですよね違うよね大丈夫だと思うんですけど、私ちょっとお寿司12貫食べちゃって。そう、お寿司12貫と10貫食べたから、ちょっと練習直後に測るといつも45ないんですけど、私でもマイナス2ですかね。2で、しかもすごい筋肉がムキムキになってきました。腹筋と背筋とお尻と足と。厳しいトレーニングをこれから2ヶ月かけてじっくりやっていきます。で、それで試合に向けて実際に体を作っていくんですけど、試合はでも練習すればするほど試合出たいってちょっと思っています私ですね、そうですね、もうちょっとしっかりその基礎的な部分のかわし方とかいうのをもう一回ちゃんとおさらいとかして、まあそういう目指していったりとかできたらいいなとは思うんですけどねあ、ごめん、腕笑わないでください笑わないでくださいなんで正座、正座、彩香正座、足、うん、クロスガードから、はい、腰を切ります。腰切って、足外して腰切って、そう、手と膝を使って足を抜きます。横につきます。両膝正座、足首と膝をで押します。そうで、クロスガード、彩香がクロスガード、そしたら膝ずらす、そう、 OK、 これいきます。今回、スタートしまして、まずはグラップリングの基礎の動き、まあ、寝技というか、まあ、総合格闘技に必要な体力的なことから始まり、マット運動、体の動かし方、体の仕組みというかそういうものを学びました。で、その後、まあ、打撃、ね、あのキックボクシング、ボクシング、空手、まあ、いろいろこうミックスしたもの、そういうものを全部やることによって、あの総合打撃というのがあのできてくると思います。そういうものを学びました。それからレスリングの、ね、基礎、それと山本キッド選手と、それから山本池先生について、レスリング、それからインビクタンチャンピオンの、ね、世界チャンピオンの浜崎彩香に柔術と柔道を習いました。今まだその2人に関しては、まあ、山で行ったらまだ真ん中ぐらい、中腹ぐらいまでしか行ってません。ただしそうかといって全然できてないかとい うとそうではありません、ね、もう頂上は見えてます。そういう状態で今やってます。今回はスペシャルゲストをお迎えして、まあレイデンスのシュートボクシング、シュートボクシングというのは打撃があり投げがあり、ね、でスタンドのサブミッションがある、そういう競技です。今回やってもらいます。それからあとあの女子の総合格闘技のレジェンドの藤井めぐみ先生にね、まあ総合というのはどういうものか、それからまあ試合に向けてどういうふうにやっていくのか、より詰めた特訓を、まあ、鬼の特訓をしてもらいたいなと思っています。
初めまして。シュートボクシングシーザージム所属のレイナです。シュートボクシングは、キックボクシングに、立ち関節、締め技で、投げ技っていう、立ち技総合格闘技って言われてて、立ってたら何してもいいっていう、結構キックボクシングと総合格闘技の間の競技ですね。じゃあちょっとシャドウからお願いします。お願いします。じゃあとりあえず1ラウンド、シーザージムはちょっと4分なんで、4分で行います。じゃあ構えて、よーい、始め。ちょっと動きながら蹴りも交えていきましょう。これまで、シュートボクシングの、ガールズエスカップっていう、トーナメントなんですけど、それを一応世界3連覇して、今一応フライ級の世界チャンピオンで、今シュートボクサーとしては世界チャンピオンでいます。お姉ちゃんが3人いてて、で、一番下なんですけど、4人姉妹の末っ子で、ちょっといつもいじめられてたというか、なんていうの、パシリに使われてたので、ちょっといつか芝居だねと思って始めましたね。はい、ラスト30秒。はい、手数上げて相手を倒しに行くイメージです。はい、OK です。はい、ジャブです。はい、さあ、はい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 、さあ、ジャブ、そう、はい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 、そう、ワンツー、はい、アッパー、フック、アッパー、スレッド、ワンツー、四つ、一二三四、そう、はい、ワンツー、カット、そう、はい、そう、こういうのもありますよ。ワンツー、はい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 、そう、はいはい、ミドルミドルミドル、はいはい、はい、頑張って、あと5秒、はい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 、こっち、はいはい、あと2発、はい、ラスト、はい、オッケー、はいはいはい、はい、キック、オッケー。何やってるか分かんなくなりました。これ何だっけ、せばやばい、喋れてない。あ、めっちゃ良かったですよ。ほんとほんと、めちゃくちゃ良かったです。体力もあるんで、2人とも。こんにちは。こんにちは。こんにちは。総合格闘技のレジェンドの元選手の藤井めぐみさんです。今日は一番ハードな、自分が現役の時にやってたメニューを一緒にやってほしいということなので、頑張ってやってもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トレーニングをしたいと思います。総合格闘技っていうのは、打撃あったりタックル、そしてグラウンドっていう、結構もう1試合の中で後輩、高さ、戦う位置が変わってくるので、呼吸の使い方も全然変わってきます。でそのために、必要なトレーニングを、今からやっていきたいと思います。よーい、スタート。ラッシュラッシュ。5分間あると思ってやらないで、今出し切る、今全部出し切る練習です。そうです、そうです。はい、グローブ外して中入ります。はい、プレート持って胸の前、よーい、中向いて、はい、スタート。しっかり腕伸ばす、腕伸ばす、早く早く早く、スピード上げる、スピード上げる、スピード上げる、ゆっくりだったら誰でもできる、ゆっくりだったら誰でもできる。半分、集中集中集中、気持ち切れたらしんどくなるよ。しっかり出して出して出して、
腕伸ばす、そうそうそう、できるできる、やったらできる。5秒、頑張れ頑張れ、はい、置いて。一回一回を丁寧に 100% でやる。止まんない止まんない、足上げる足上げる、はい時間、はい二人組、そうそうそう、しっかり力出す力出す、しっかり膝曲げる、もう少しもう少し、ここで、はいはい、最後ラスト1分、はい、ここ勝負勝負どころ、ここ勝負どころ、はいシャドウ、前の前、目の前に相手を振るね、田村さんいいですよいいですよ、ももちゃんも打ったら打った位置から動く、打ち終わり動いて、そう足止めない足止めない、あと10秒あと10秒、いけいけだから、はい時間、いいですね、すごいよかった、いい集中力、すごい気持ちが伝わってきて、出てこない、すごいハードなんですけど、なんか終わった後すごいシャッキリしてるシャキッとした感じがするんですけど、どうですか、お水飲むだけでめっちゃ手震えるし、小鹿の赤ちゃんみたいな、絶対なると思う、小鹿赤ちゃんだけど、小鹿の中プルプルプルみたいな、わかんないけど、こんなこんなやばかった、気持ちいいね、手上げて手上げて手前手前、はいダッシュ、そうはいダッシュ、スタート、腰からそうしっかり上に押し上げるイメージ、もうちょっと踏ん張ってケイさん、もうちょっと踏ん張って、いいよいいよ、ももちゃん頑張って、追いついて追いついて、今の時点だと、稲村さんの方が試合に出るための体作りとか技術とかが吸収できるのが早いのかなと思いました。グラップリングやりますよ。はじめ。そうそう、持たれたら切って切って。先あとお尻の位置に、カタカタカタ、ダメだったら下の位置だともう一回上取り直して、そうそう、手ついて足で相手の脇を当てて、うん、足使って、そう足でこじ開けながら肘引っ掛けて、うん、相手の肘、うん、そうそう、稲村さん足打ちしながら、
バック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 、しっかりバック取りながら、猪俣ポジションポジション、お尻ずらしてお尻ずらしてお尻ずらして、下がる下がる、レイラちゃん前に落とすよ、その首、顎引きながら手首引いて、左前に落とす、左前に、右に回ると今入っちゃうからね、左落とさんと顎入れながら、顎でぐるぐるしながら、そうそうそう、顎入れ、あと5秒、はい、時間、いいね、いいスパーリング、いいスパーリング、ナイスナイス、どうやってみて、ちょっとまあスパーってこういうのを、まあ、総合で今やってるんだけど、はい、難しい難しい、うん、まあ、もう押し返せれないし、うん、押し返す方向でまた取られるし、うん、と思ったらなんかこうテンパってどっちに動くか分かんなくなって、モーちゃんの場合は手足長いからさ、もうあれこういうのはどう、例えばあのキックの試合とかさ、シュートボクシングとかさ、打撃のアマチュアの試合、そういうものにチャレンジするっていうのは、の方が多分、どうすか練習、総合やってみて、難しいです、まあでも今日、あとキック、あ、シュートボクシングね、守屋さんとかも言ってたけど、あの、あと宍戸選手とかもね言ってたけど、あの形はできてるって言ってたから、それをどうやって試合に生かすか、まあ、あとはね、スパーリングをどん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 やって慣れる、今日やったことも慣れていく、そうしていくとね、あのその一つの形になると思うから、これは頑張ってやった方がいい、詰めてちょっと練習しましょう、うん、まあまずは今の状態でね、まあ1人が試合出て、まあ、1人が試合出れないかなっていうぐらいな感じではあります、うん、ただまあどうなるか分かりませんので、これは話をして、まあより特訓をねやってみて、それから決めたいと思います。2人ともね、素質あります、まあ、やればやるだけ伸びます、それは若いし、ね、あの気持ちがしっかりねその方向に向けば、必ずプロになれる持ってます、あとはもう自分次第、どうやって自分に打ち勝つかということだと思います。あと2ヶ月、はあ、試合あと2ヶ月くらいで迎えられそうですかね、今の練習続けたら。これを毎日とか本当にがっつりトレーナーの方とかに同じメニューとかでしてもらったら多分自信はつくんだろうなって思いましたね。どうでした？そうですね、まあ、試合がもしあと2ヶ月でって言われたら、なんか自分が全然技術的に追いついてないのですごく不安なんですけど、でも実際リング立って5分はいって言われたら、もうなんかそこはやっぱ気力で乗り切るしかないのかなみたいな部分もあるので、そこ技ではまだまだ勝てなくても、そういう気力の部分で負けたくないなとはすごく強く思ったので、まあもっとこういう自分を追い込んだような練習を積極的に望んでしていかなきゃなとは思います。こうどうしたの？マジでいける？どうやったら筋肉あるっぽく見えるんだろうみたいな。